どうもー。どうもー。あやかとひろで、キムちゃんでーす。でーす。全然揃わへん。これなんで90年代のギャル風なんだけど、きっとのポーズで。あ、ただ自分的にはXやってんけど。どっから出てくんのよ、もう。発想がやっぱちゃうねんな。さすが、音楽いろいろ聴いてる人はちゃいますね。どれだっけ？やりたいだけや。いくよ、うん、キムちゃんズ、今日も行きますよ。ありがとう。今日はね、うん、まあ、サプライズまでいかへんかもしれんけど、でもヒロ君は驚きのプチサプライズ視聴となります。おお。なぜかというと、レイちゃんの今知らないよね。レイちゃん知らない。 One More Day をスカイハイさんとフューチャリングしてる姿を見ただけ。あ、見た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 。あれでエモーショナルなレイちゃんが見れたよねっていうところで止まってるよね、うん、なので、まあ、プチサプライズかな。現在、今トレーニーとしてレイちゃんは日々鍛錬してるっていう感じの印象を受けるんですけども、うん、その間になんとカバー曲を2曲出してくれてます。2曲も、そうそう、2曲も出してくれてて、で最近は特にあのアップされてないので、ちょっと過去の映像にはなるんですが、レイちゃんが一人で歌っているっていう姿を多分私たちって結構待ち望んでたと思うんだけど、うん、それが見れる映像なので、まあ、連続でも見ていこうかな。Okay. はい、思っておりますが、Okay. いいですか。いいよ。まずは時系列でいくと、レイちゃんまさかのあの有名なAll I Want For Christmas Is You。 マライアさんですか。こんな難しい歌を突然出してくるっていうね。はいや、これさ、みんな歌いたがるけどさ、マジで正直歌える人少なくないね。日本人やったら特にちょっと難しいんですけど、これは日本人やったら誰が好きかな、歌っていうの。福原美穂さんは確かにちょっとかっこいいかな、うん、福原美穂さんもでもゴスペルやってたしな、うんうん、でレイちゃんもゴスペルやってたっぽいんかな、合ってる。やっぱそういう人はやっぱうまいな。あの人歌い方好きやねんな。まあ、レイちゃんもさやけど、うん、口を大きく開いてなんか歌うような感じ。ゴスペルシンガーって感じやな、うん、な感じの歌い方大好き、うん、確か福原美穂さんも、うん、おじい様か、うん、アメリカ人か、はいはい、ですよね。生で見たことあるもんね、なんか、うん、あるある。すごいお口が綺麗なのよ、うん、じゃあ行きますか。行こう。レイちゃんの一人やで、初やんな、はい、完全に一人歌ってるのは。しかも知ってる曲歌うっていうのはやっぱりね、ちょっと緊張するよな。正直緊張はあるね、うん、見てる方もね、うん、いきますよ。いきましょう。せーの、スタート。いやー、かっこいい。
クリスマス気分になってるやん、うん、終わり。なるほどね。あ、すごいね。レイちゃん。レイちゃんバージョンね。いや、これ歌える人ほんまにおらんから。ほんまに。せっかく止めるね。うん。なるほど。どうですか？なんか途中楽しそうやったけど。私見たから。うん。なんかピアノだけだった。ピアノだけやからだいぶ難しかったと思うね、歌うろうな、ね、想像しただけでもむずいわ。ニュアンスがつかみにくいというか、気持ち的にはさ、うん、バスドラ入れてあげてほしかったなって思う、うん、ぐらいむずいねんな。そうぐらい難しいから、この歌いいリズムがたったな、これだけで、うん、まあ、逆にあれかな、レイちゃんやからできるでしょっていう信頼もあったかもしれない。すごいよね、うん、ほんまにすごい、うんうん、そうね、前も言ったかもしれないからあんまりもう詳しくは言わないですけど、やっぱ彼のすごいのはネイティブなので、うん、やらしくない表現になるのよね、ちゃんと英語歌っても、うんうんうん、だからちょっとこう滑舌がネイティブっぽい、その緩さあるじゃない、きっちり発音というよりはちょっとこう滑らかに流れるように、オーライとこう流すとことかがすごい、日本人の私がやるとちょっとなんかあやったなって感じあるけど、うんうん、彼がやるとすごい自然にオーライってこう下がっていくわけ、はいはい、そういうところが個人的に気持ちいいからゴスペルソングやってほしいねんな。なるほどね。もっとゴスペル、もっとゴスペルとか、もっとファンキーとかを言ってもいいんじゃないかなって個人的には思ってるけど、どうなんかなって思ってた、これ見た時は。レイちゃんはファンキーグループのリーダーやね。リーダー？まさかの？リーダーなんや、うん、まあね、成長してるからね、引っ張っていってほしいという願いも込めて、うん、グローバルっていうところを目指すとやっぱ彼必要ですからね、うん、なんかその日本にゴスペルの文化がそこまで強いかって言われると、流行りっていうところまで行ったかって言われると、ゴスペラーズぐらいじゃないかな、もうすごいみんながゴスペルで有名な人って言ったらゴスペラーズやけど、ゴスペラーズも有名やねんけど、てか好きやから見たこともあるしね、名前あるあるある、なんだけど、どっちかっていうとポップスやんか、うん、ゴスペルもあるけど、テイストはじゃなくて、もっとガチのブラックミュージック感をもっともっとってなったら、そうね、レイちゃん頑張ってやると良さを引き出せると思うねんけどな。確かに、まあ個人的な意見ですけどね、うんうんうん、かな。なるほどね。だってこんなん歌われへんもん。歌われへん、歌われへん、こんな絶対、ね、誰も歌われへんで、肩なんねん、うん、音程取れたとして、リズム取れたとして、うんうんうん、硬いねんな、すごい、あの普通は、うん、でカバーしたら、あ、カバーしたなって終わんねん。そう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 。普通はね、曲はそうやね、大体。へえ、歌いたかったやなみたいな、うんうん、なっちゃうね、ほんまに。どうしても、うん、どんだけ上手くても、この曲はなる。ほんまに歌うまいなって思う人でも正直、うん、うん、って、うん。だからレイちゃんすごいね、ほんまに。あんだけ滑らかに歌えたの。勇気をまず認めないといけないね、これは。一発目でこれやから。そう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 。あ、勝負してきたなって。すごい、うん。
勇気出したなっていうのは、うん、もうこの路線に自信がないとさ、やっぱ、うん、自他ともにっていうの行くんやろうなと思って、この路線で、うん、と思ったけどね、ホステルとか、うん、ブラックミュージック系で行くんじゃない、うん、行かなしゃあなくないっていうぐらい上手いから、うん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 、かな、まあそう思いました、うん、でそれの何ヶ月後かに次来ました、私がずっと歌ってほしかったやつ、久保田利伸さんのラララララブソング来ました。この歌も歌いでる人おらんね、おらん、正直言うとおらん、ね、何がってやっぱグルーヴ感かな、うん、だから、まあ、自分も含めてね、やっぱどんだけグルーヴグルーヴって意識して もう久保田利伸さんにはかなわへんわけ、うんうんうん、まあそんなん言い出したら全部そうやねんけどさ、うん、だけどレイちゃんのまあ見て今から OK、うん、比べるものではないけどね、うん、まあ、でもレイちゃんの見てください、ほんまに。みんな歌いたがるけどね、この歌難しいから。あ、待ってよ、行くよ、じゃあ OK、 はい、行きます、せーの、ポチ。かっこいいわ、場所もいいよね、いいね、あ、いいこと気づいた、あとでよ、近いな、何触らんと。この曲さ、この辺からしんどくなっていくねんな、うん、そう、しんどいねん、そう、高いねんな、男性には、そう、そう、うん、これしんどそうな感じもちょっとかっこいいけどね、うん、裏声素敵。お。
ちょっと作ってる？お、かっこいいかっこいい。あー、鳥肌立った今最後振り向いた時かっこよかった。かっこいい男になってたなちょっと。素敵、かっこいい。終わりましたよ。終わった。はめますね。うん。オッケー。お疲れ。終わった。終わりました。終わったでござる。大丈夫、疲れてる？大丈夫ですか？うん、あ、さっきな、あの、うん、途中でいいこと気づいたっていうのだけ先って言って忘れるから。でもごめん、さっきヒロ君が言ってくれたことや。え、何？それも思い出しちゃって。言って、言って。いや。映像さ、さっきも今回もさ、一本撮りやん、うん、編集なしで、うん、ずっとカメラマンさんと終始一本撮りってさ、うん、レイちゃんにそれができるって判断されたからわけでしょ。そうだろうね。めっちゃむずいと思うで、表現として。そこにこだわりを感じた、うん、って感じかな。レイちゃんがもう立って歌ってるだけで様になるって判断したから、うん、だからシンガーとしてもうみんな認めてるんじゃないかなと思って、うん、だからあれ一本撮りでめっちゃむずいと思うね。ほんま勇気いるねん、うん、なんか一見さ編集もないしさ簡単そうに見えるけどさ、うんうん、いやいや、その撮る素材が良くないとっていう。難しいねやったことあるけど、シンプルなやつほど難しいね。難しい、あのもうほんまに完全に演者の力とカメラマンの力だけでもういかなあかんから、うん、そう。いやすごいよ、そこにちょっと感動したかな。一緒なあ、シンガーさんの扱いをもう完全にあのしてもらってるっていうか、うん、信用されて出てるんやなっていうのにちょっとまずびっくりした、うん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 、ごめん、これ1回目でちょっとあんまり触れへんかったと思うので。うんうんうん、ヒロさんはどうですか。いやなんか新鮮やなと思って、この知ってる曲をさ、うん、自分も散々聴いてきた曲やからさ、うんうん、曲とも、うん、うん、そうやな。そう、なんならね、ラブソングとかはさ、うん、もう全然歌えへんけどさ、うん、カラオケで歌ったりとかもするぐらい好きやからさ、うんうんうん、うん、そこにすごい、うん、さっきも言ったけど、その勇気をね、勇気を買いますって感じ、ほんまに。そう、すごいよな。やっぱみんな知ってる曲っていうのはそんだけ、うん、さあさあ、それが言いたいね。そうそうそう、なんか、うん、比べられるから、比べられるから、その相当自信がないとっていうか、周りね、その本人はいろいろ葛藤はあるやろうけど、うんうん、周りはいけるって思って出したわけやん。どうしてもね、うん、案の定再生回数一人やのにすごいいってるから、やっぱ一、うんうん、人やで、うん、しかもカバーやで、うん、やばない、うん、カバーでこんなにいくんやってびっくりしたかな、うん、あと前言ったかもしらんけど、言ってなかったらと思って、うん、今感じてんけど、うん、レイちゃんのラララララブソングはものすごいまっすぐ伝わってくんな。なんかまたご本人とは違ったテイストで、なるほどね、すごいまっすぐ誠実、ちょっと最後らへんの苦しそうな感じとかも、うんうんうん、もうなんかすっごいいいねんな、なんか若い愛っていうか、なるほどね、うん、少年感っていうかな、まあ、少年、あのもちろんご本人がすごすぎるので、やっぱり久保田利伸さんのリズム感とかグルーヴ感とか、そもそも彼が作って出してるわけなので、まあね、すごいよ、ほんまにすごいねんけど、うんうん、あのレイちゃんの良さは誠実なラブソングなのよ。だからそこを受け取ってみんな感動したんちゃうかな。で前も思ったけど、うん、彼ってさ得意なのが低音とか中音とかのボンってこう抜けのいい中音やんか、うん、だから今回多分高い音にチャレンジしまくったんやと思うね。確かに基本高い系のキーやったもんね、うんうんうん、ずっときつそうっていうかずっと高そうやったやんか、うんうんうん、まあ、それがセクシーやったりすんねんけど、うん、で最後に「Wanna make love」って来たやん、得意なキーが、うんうん、あれがまた最後にうわーって思って、なるほど、ね、あ得意なキーで来たみたいな、うんうんうん、コントロールするのもだいぶ先生と共に練習して、でこれこの曲挑戦しないってなったんちゃうかなと思って、この2本見てさせていただいて、うん、一番感動したのは、うん、一番最後の、うん、ラブソングの一番最後の、うん、なんかラップ部分っていうか、もうメイクだろ、そこが一番かっこよかった、やっぱりな、うん、一緒、一番そこが感動した、一緒、あ、彼らしさが出た、うん、私もそうやね、ほっとしたって感じ、うん、それで締めたのが、あ、分かってるな、うん、先生と相談したんか自分で考えたんかは分からへんけど、やっぱね、得意なキーってあるので、うん、いくらいろいろ歌えても得意なキーをその曲の中でやっぱ持ってこないとちょっと個性出にくいんですけど、ちゃんと持ってきてくれてるのがね、やっぱ武器やからね、その武器武器武器、うん、こんだけあれもこれもできますよっていうのがアーティストではないから、それはカラオケ大会になっちゃうから、う
レイちゃんのこの最後の締めは本当に良かったと思う。正直いろいろ歌ってくれたんだけど、最後が一番彼らしさに出てたってのは分かる。めっちゃ響いた。うん、分かるよ。うん、そこが一番響いたかな。めっちゃ分かるわそれ。あとはこれは私はヒロさんに聞きたいんだけど、うん、ちょっと表現がどう？大人っぽくなってない？なってる。なんかもっと可愛い感じだったやん。うん、なんか大人の爽やかみたいな感じだったけど、大人の男性でした。うん、そうなったよね。ちょっと表現力が増したっていうか、うんうんうん、ちゃんとこう PV 撮ってもらってる、今撮ってもらってるっていう表現が少しなんか上手になったなと思って、うん、ちょっともう親心ですけどね。それはすごいよね、うん、こんだけ歌えて。まあもうほんまに言っていいか分からんけど、これはほんまにね、待ち遠しいね、うん、それしか言われへんけど、歌えるんやからね。いやだからもう今やばいんちゃう、もっと、うん、もうこれだいぶ前ですもん。3月やもん、これアップしたん。もう今もっとやばいんちゃう。そうやろね。うん、もうこれはライブ行く人楽しみちゃう。もうすぐあるけど、来月なんかもう ディナーショー見てるみたいな感じやねん。そうやねん。そう、ディナーショー行きたいな、うん、彼は。でもな、一個だからもういつも言ってるけどごめんな、また言っていい、うん、彼のチャーチでのライブが見たい。なるほど、教会ライブ。いい、できればクリスマスに。どうですか。いい、素敵。絶対みんな行くでしょ。素敵、絶対行くでしょ。素敵。あの福原美穂さんがたまにやってたよね、うん、日本でやってたけど、あんな感じでやりたい。あ、やりたいじゃないやる一緒にやんのかよ。やりたいよ。じゃあ隣の教会で自分たちも隣なんで一緒に参加させてもらった方が楽しいや。なんで隣遠慮やな。誰も来へんわ隣で。あ、ほら、あ、わかった。行き来できるようにしたらいいねん。1時から車で出んの。違うやん、こっち A のチャーチでは1時から2時レイちゃんがやるやん。次2時から3時は私ら B のチャーチでやねん。ほんなみんな移動してきてくれるかもしれないやん。チャーチフェスティバル。そう、まあ別にキリスト教ではないからできるか分からんけど、よくない。おもろ、いい、斬新。よくあるやん、飲み屋のさ、なんていうの、なんかフェスあるやん、はいはい、飲み歩きチケットとかあるやん、うん、そんな感じでミュージックフェスやねんけど、なんか何時からこのアーティスト、そう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 、このアーティストここでみたいな。そうそう、あんなサマソニーとか大きいレベルじゃなくていいねん、もっとちっちゃいレベルで、うん、教会芝居でしょ。うん、そういうのできるのかな。よくない、教会1個しかなかったら私ら野外でもいいし、うんうんうん、庭でもいいよ、うんうんうん、イオンの庭ライブ、うん、どう？いいよ、いいと思う、めっちゃいいよな、うん、いやレイちゃんはね、なんかね、あったかい演出のもとやってほしいっていうのがね。ぜひスカイハイさん実現してください。チャーチフェスティバル、まあやるんちゃう。でもなんかやりそう、いつかは、うん、今じゃないにしても自分たちがやりたいことの一つなんで、ぜひ実現してください。やってほしいな。わかる。でね、ラン君は、うん、関係ないんだけどごめんな、レイちゃんといえばラン君やから、ラン君は、うん、神社とかお寺とかでラン君ね、はっていう感じでなんかパフォーマンスしてくれたら、うん、めっちゃなんか合うんかなと思って。ラン君もやってるんでしょ。ラン君はどっちかっていうと歌っていうかミュージカル、舞台をやってましたね、この間 に、うん、でレイちゃんが見に行ったりとかしてるのもあった。なるほど、なんかいいなと思って、うん、仲良しやね二人本当に、うん、切磋琢磨してんねやろなって感じた。あー、もうほんまにサプライズ視聴なくなるんじゃこれで。もうすぐ、もうあとなんかあるかな、私絶対見逃してるのあると思うんですけど、あ、アイルザ・ショータさんのソロは見てないんちゃう。あ、見てない。コラボはあるけど。あ、見てみた。ね。うん。なんか一説にはヒロさんは好きそうやからぜひ見てほしいっていうコメントがあって、あ、そう思うんやと思って、じゃあ見ないとと思って。大阪風に言おうか。ほんまですか？でいちいちそんな大阪風に言おうかって。いつも大阪弁じゃないみたいな。めっちゃよろしいやん。よろしい。言わへんそんな。怒られる。めっちゃすごいですやん。すごいですやん、ね、絶対言わへん。もう忘れてきた大阪の言葉。じゃ広く生まれから今までずっと広弁やから、広語やから。忘れてきたな。大阪弁でも関東弁でもないから、あなた広語やから。ちょっと寂しくなった。今出てこへんと思って、大阪の言葉。なーに、もう終わろう。レイちゃんの後に夫婦漫才怒られるわ。はい、ということで今回はレイちゃんのラララララブソングとAll I Want For Christmas Is You のカバーを見させていただきました。はい、はい、もし最後まで楽しんでくださった方はぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。